繊細な和食の調理において欠かせないのは切れ味の良い和包丁、そしてそれを受ける刃当たりの良いまな板です。長谷川のラバーラは日本で多くの板前に愛される和食にぴったりのまな板です。内部には軽くて丈夫な木材、特殊な技術を使い、その周囲を厚い樹脂で積層してあります。だから木製まな板と変わらない柔らかな刃当たり、木と同じように吸い付くようなイメージがありますので、こういうまな板は本当に使いやすいですね。反りやすいプラスチックのまな板、しかしラバーラは内部に木芯が入っているため、加熱消毒してもこの通り変形しません。もちろんディッシュウォッシャーにも対応。そして何より軽いですから、とてもお手入れが楽なんです。このまな板に出会った人は本当に幸せだと思います。